さあ今夜はですね、日本の47都道府県の1カ所にフォーカス、ハロージャパンプロジェクト47第19弾、もうちょっとで半分いきますね。こんな続くと思わなかったですね。途中1回ストップしてた時期もありましたけど、はい、茨城県に今回はフォーカスです。はい、見ながらもね、いろいろいただいてるんですけど、はい、僕ちょっと今のところね、一番気になったのが、県の歌って各県にほとんどあるんですが、茨城県の人以上に県民の歌を歌える県はないと思います。何ですか県民の歌って。あの歌書いたの、空にはつくばみたいな今ちょっと YouTube で検索したらですね、ものすごいビブラートがすごい、あの男性の方の歌があって、ちょあのビブラートで揺れすぎてどこで音程取っていいか分かんなかったんで、ちょっと合ってないかもしれないんですけど、はい、まあまあいろいろこういうあなたが知ってる茨城の人にとって当たり前なんだけどみたいなのもね、合わせて送っていただけるとちょっと嬉しいですね。はい、一つよろしくお願いいたします。はい、あとずっと魅力度ランキング最下位の茨城が少しでも好きになってもらえたら嬉しい。都道府県魅力度ランキング2年連続最下位っていうことらしいんですよね。僕は結構茨城は行ってた機会が多かったので、馴染みが少しあるので、いやいやそんなことないよと思ってるんですけど、それをぜひ教えていただきたいと思います。あとラジコで聞いてるよ、ラジコ県内ですと、はい、入るそうです。はい、いろいろと今までよりも今日なんか結構メッセージ多い気がするんですよね。茨城愛を感じます。もっと送ってください、お願いします。じゃあ早速まずはですね、ハロワおすすめの茨城スポットをご紹介しましょう。東京秋葉原からつくばエクスプレス、およそ45分で訪れることができます。自然と科学が融合する街、茨城県つくば市。まあ、いろんな研究施設が集まってサイエンスシティとも呼ばれております。その中で誰でも楽しみながら宇宙に触れられる施設がありますよね。今日私が来ているのは茨城県にあります、筑波宇宙センターです。今日お話を伺います、JAXA 筑波宇宙センターの山崎雄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろにでっかいロケットがあるんですけれども、ここちょうど宇宙センターの入り口というか前の広場ですよね。はい、そうですね。このロケットはどんなロケットなんですか？はい、こちらにありますのは H2 ロケットといいまして、全長がなんと50メートル、ね、大きいですよね。はい、すごい、はい、とても大きなロケットなんですが、現在打ち上げている H2A、H2B ロケットの前の形のロケットになります。はい、こちら模型ではなく、はい、本物のロケットなんです。だいたい大きさにすると後ろにある建物、あれとだいたい同じくらいの高さになります。すごい大きいですね。そうですね、横になってるとそんな風には感じないんですが、本当です、ね、はい、とても大きいものですね。はい、じゃあ今日は中にある施設をご案内していただくということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ハロワ AD のじゅんちゃんが訪れたのは筑波宇宙センター。案内してくださるのは JAXA 広報部筑波宇宙センター主任の山崎雄一さんです。JAXA 筑波宇宙センターはですね、1972年日本の宇宙開発事業の拠点として開設。宇宙開発に必要な研究施設や宇宙飛行士の養成施設、衛星の追跡管制などを行う日本の宇宙開発の最先端を行く施設です。実は筑波宇宙センターには一般の人も宇宙開発について学ぶことができる見学施設があるんですね。今月30日日曜日には小惑星探査機はやぶさ2の打ち上げが行われます。まあ、宇宙開発に注目が集まる今、続いて向かったのは筑波宇宙センター見学施設のスペースドーム。レポートの様子は YouTube ライブの JAB ハローワールドチャンネル番組のトップページから入れますので、ラジオ聞きながらぜひ動画も見てみてください。それじゃあ純ちゃん山崎さんお願いします。続いてやってきたのはこちらスペースドームという展示室ですね。すごく中、はい、広いんですけど、そうですね、はい、中にはどんなものが展示してあるかちょっと見せていただいてもいいですか？はい、ご紹介したいと思います。お願いします。はい、じゃあこちらどうぞ。まず入り口に大き なんか地球というか、はい、そうです ね、はい、模型みたいなものがありますね。はい、これは100万分の1のサイズの地球になります。宇宙ってどこからなんだろうって考えたことありませんか？ああ、そうですね。言われてみるとちょっとわからないですね。どれくらいから先を宇宙だと思いますか？大気圏の外とか。そういうことです、そういうことです。距離で言うとどれくらいとかわかりますか？いや、もう全然想像もつかないんですけど。実は100キロメートル
そこが、そこから上を宇宙というふうに、地上から100キロメートル、はい、でそこに白いラインが見えると思うんですけども、はい、それがちょうど100キロメートルの高さです。100キロメートルというと飛行機は、大体1万メートル、はい、10キロぐらいを飛んでいるのでそれの10倍の高さ。じゃあちょっと普通には行けない距離っていうことですよね。で、その中で今度はじゃあ人工衛星とかどのあたりを飛んでいるのかっていうのがこれで見ると分かると。あ、確かにところどころにロケットとか人工衛星の模型がついてますね。結構高いですねやっぱり。そうですね、はい、あの目的に応じてその高さが決まってるんですけども、あの国際宇宙ステーションというのがあるんですが、国際宇宙ステーションはだいたいこのあたりの高さになります。で、あれが国際宇宙ステーション、はいね、はい、よくテレビで見ますよね。はいはい、あの先日は若田宇宙飛行士が滞在してましたけども、はい、これは、だいたい400キロメートルの高さを、はい、なので思っているよりもちょっと近いって感じがしませんか。そうですね、確かに、はい、そうなんです。宇宙は遠いようで実はこんなにも身近なところにあります。じゃあ続いてこちらに展示してあるものは、これは何でしょうか。はい、こちらはですね、ずいぶん初期のものの、人工衛星になるんですけども、はい、実はですね、今目の前にあるこちらとこちら、はい、本物の人工衛星なんです。なんかこうイメージしてたよりもすごく小さいというか、はい、コンパクトですよね。そうですね、はい、それぞれの目的に応じて大きさが決まってたりしまして、はい、でこちらはですね1970年代の頃のものになるので、ちょっと今のタイプからすると、はい、だいぶレトロなものになってますけども、これは何をするための人工衛星なんですか。はい、こちらはですね、放送衛星、はい、今例えばオリンピックとか、はい、入ったものを衛星中継とかでご覧になったりしますけども、はい、まあ、それの初期の頃の試験機になりますね。はい、こちらはですね、天気予報、はいはい、で、おなじみのひまわり。ひまわり、はい、これがひまわりなんですね。はい、ひまわりの1号機です。はい、1号機はこんな形。天気予報でよく聞きますよね。はい、そうですね、今はもう形が変わってるってことなんですか。そうですね、はい、形が変わってます。これは何年ぐらい前のモデルになるんですか。はい、こちらも同じくですね、70年代のものなんですけども、はい、当時はこういった丸型のものを使ってまして、はい、でこれがですねくるくるとこう回転している。はー、真ん中は止まっているんですが、この周りがぐるぐる回るようになっていて、はい、太陽電池パネルが周りに貼ってあるんですけども、はい、で、当然その人工衛星は、電力がないと動くことができないんですね。はい、でそれでこれをくるくる回すことによって、太陽の光を当てる面が一つのところではなくまんべんに当たる、はい、ということで、こういう丸い形で回転をさせる。まあ、当然人工衛星を安定させるというのもあるんですけども、はい、そういった電力の問題で、こういった形になっているというのもあります。はい、あとは、まあ、丸型のものの方が、作りやすかったというのもあります。はい、なるほどね。こうやってもうその人工衛星ってどうしてとかね、宇宙って意外と近いですね。地上から100キロで宇宙ね、こんなツイートも来てますけど、東京から100キロ、茨城は宇宙やってまあ約100キロぐらいですかね。まあでもあれですよ、国際宇宙ステーション ISS、まあ、400キロぐらい離れててすっごい天気のいい日見えます。あれって思うところにね実は見えるんですよ。はい、なので僕らが思ってるよりかいろんな意味で宇宙は近いよっていうことですよね。僕も筑波宇宙センター行ったことあるんですけど大好きですね。まあ、野口さんがちょうど2回目の宇宙に行くちょっと前に実はお会いして、いろんなお話を聞いたんですけどね、あの時はもう宇宙行くこと決まったんだろうな、なんかちょっと含み笑いが多かったとかね。それからまたいろんなね、まあ、宇宙開発が進んでるわけなんですけど、まだまだ JAXA の魅力お届けしますよ。その前1曲いきましょう。ユキのナンバーで星屑サンセット。
人から、ね、はい、すごい来てます、ね、茨城で聞いてる人いっぱいいるってことや。ユキ星屑サンセットをお届けしました。 J-WAVE Hello World、 今夜はハロージャパンプロジェクト47茨城にフォーカスしています。先ほどはね、いろんな人工衛星見学した、純ちゃんですけど、もう宇宙行きたくなっちゃったんじゃないのねえ、続いてはですね、スペースドームでいろんな展示を見たみたいです。純ちゃん、そして JAXA 広報部の山崎さん、よろしく。では次のエリアにやってきました、はい、ここは何が展示されているんですか、はい、こちらはですね、有人宇宙活動のエリアなんですけども、はい、国際宇宙ステーションがどんな形をしているか、あとは、日本の実験と希望というものがあるんですけども、はい、こちらが、分かりやすいような展示がしてあります、はいはい、こういったトンボのような形になっていますけども、はい、この大きさはですね、なんとサッカーフィールドと同じくらいの大きさがあるんです。実際はそんなに大きいんですね。はい、そうですね、はい、で、よく見ていただくと、正面中央、右手にあるのが、はい、日本の国旗がついてますけども、はい、そこが、はい、希望と呼ばれる実験棟になります。へで、希望はだいたい大型バス1台分くらいの大きさがあるので、とても大きなものですね。へ、あそこの中で、はい、宇宙飛行士の方が実験などを行われるってことなんですね。はい、そうです、そうです。へ、でここにはですね、その実物大のモックアップが後ろにありますので、はい、これから あの大きな建物みたいな、はい、そうですね、あれが実物大なんですか。はい、そうですね。ちょっと、はい、はい、見せていただいてもいいですか。これが国際宇宙ステーションの実際の模型ですね。はい、そうですね、はい、そうですね、こちらのモックアップと呼んでるものなんですけども、はい、大きいですね、近くで見ると、ね、はい、本当に大型バスぐらい。そうですね、実際のものはもう少し大きいです。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと階段を上って、はい、あ、入り口が、そうですね、側面にありますね。はい、あ、すごい。どうぞ。あ、じゃあちょっと中失礼します、はい。あ、なんかすごい機材がたくさん入ってますね、はいはい、そうですね、すごい。こちらが、まあ、中どういったものになってるかっていうのが、はい、およそ体感できるようなものになってますけども、で面白いのはですね、両脇にこういった青いレールのもの、はい、レール状のものがついてますが、ついてますね、取っ手のような、はい、そうですね、はい、ものですけれども、これは移動手段なんです。あ、はい、無重力状態で移動するための、はい、なのでそれを掴んで、はい、あとは逆に言うと、そこに足とかをかけて自分の体が動かなくなるようにする、固定するための、はい、でなぜかというとですね、作用反作用という言葉があるんですけども、はい、物を押すとその押した分だけの力で跳ね返されてしまう、はいはい、なので中で仮に、こういったものを触るとそのまま後ろに飛んでいってしまうので、はいはい、なのでそうすると作業がしづらいっていうので、何らか掴んだり足をかけたりしてボタンを押したり、こう掴んだまま押したりするっていうことなんですね、はい、あとはですね、こちらに行っていただくと上をご覧ください。はい、うわっびっくりした。すごい、はいはい、宇宙飛行士の上から顔を出していますが、はい、ここはですね、船内保管室といって、はい、いわばまあ簡単に言うと、押し入れのようなものです。へえ、この上がですか。はい、そうですね、なので、使わないものなどを、上の方にしまっておいて、で必要な時に出すと。へえ、はい、ということで、こういった限られた空間を、まあ、
中整理することで広く綺麗に使えるということで、実はこういった倉庫がついているのは日本の実験棟だけなんです。あ、そうなんですか、はい、なのでこの辺りもその日本人らしさというのが非常に出ているものです。そうですね、はい、はい、続いてやってきたのはこれ、はい、私もちょっとテレビで見たことあるんですけど、はい、これは何ですか。はい、こちらはハヤブサになります。ハヤブサですよね、はい、サイズは1/2のサイズなんですけども、はい、こういった形をしてたんですね、はい、今度はですねハヤブサ2というのが、そうですね、はい、もう間もなくの打ち上げですよね、はい、今月の30日、はい、30日ですね、はい、はい、で、こちらの方は、はやぶさの初号機よりも、さらにいろいろなところ改良しましたので、はい、次の、ミッションでも、成果が上がることを非常に期待しています、その模型がこちらにも、はい、展示されているんですね、ですね、はい、このはやぶさ2は実際には種子島の方で打ち上げがされるわけですよね、はい、すごい楽しみにしている方も多いと思うんですけれども、ありがとうございます。実はですねパブリックビューイングというのをこちらの筑波宇宙センターでもやる予定になっています。こちらでもパブリックビューイング見ることができるんですね、はい、そうですね、打ち上げをみんなで、その映像を見ながら応援をしようという、生で、はい、生ライブ中継、はい、ライブ中継ですね、すごいですね、はい、こんな笑顔で宇宙行けたらいいよね。ちょっとこう私こんな顔なんですか。すごいこんな宇宙飛行士。これはかなりすいません、万が一ですね、今番組のホームページを映像で見ていただくてるとですね、一部ちょっと音楽に合わないなと思われる映像が出ておりましてね、うちの作家が宇宙飛行士になってるんですけど、何者だっていうような、映像になっておりますけど、お許しいただきたいと思います。やっぱりちょっと純ちゃんのに変えとこうか、写真ね。あ、そっち、うん、そっち、うん、うん、とても平和です。はい、お送りした曲は Coldplay A Sky Full of Stars お届けいたしました。ハロージャパンプロジェクト47茨城にフォーカスしております。まあ一つ二つちょっとご紹介しましょうかね。はい、
茨城はロックインジャパンフェスでお世話になっています。来年も2週連続4日の開催、今から楽しみですっていうね。そうですね、まあそういういろんな試みもありますよね。茨城県民の歌、そして茨城県民体操っていうのもあります。これまたみんな踊れるってやつですか。団結力ありますよね。茨城は友人が出身で松茸を腐るほどもらえるって言ってました。本当かなって。なんでですか、そんなに松茸取れるエリアがあって腐る。それはその友達がなんか農家の方と仲いいとかそういう特別なあれじゃなくて、あのね、僕20代の半ばの頃ね、結構仕事で茨城に行ってたんですよ。 DJ でよく向こう回しに行ってたりとかしたんですけど、当時行ってた思い出で、筑波学園都市の中に地獄ラーメンっていうラーメン屋さんがあったんですよ。ちょっと辛いラーメンなんですけど、その辛さの度合いが地獄1丁目とか2丁目とか、なんか、2.5 丁目とか3丁目以降は書いてないけど、言ってくれればあの地獄へ連れてくぜみたいなおじさんが作ってくれる。もうないですかね。なんかね、そういうちょっとこうにわかな思い出がちょこ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 あるんですけどね。はい、まあ、あのここは絶対茨城来たら行ってよっていう、こう皆さんのおすすめだったりとか、そういったところもぜひできれば教えてください。ハッシュタグは HW813 でお待ちしております。メールでもいいですよ。 HW@J-WAVE.CO.JP 今茨城から聞いてるよっていう方はぜひ、そんな声も一言聞いてるよって言ってもらったら嬉しいです。さあ、この後は曜日別でアーティストが共通のテーマに合わせて選曲、ミュージックアンリミテッド東京バガボンド。木曜日11月のマンスリーナビゲーター加藤ミリアさんご登場。